音楽物語、壊れた線の楽器、マジカル版。ノロ・サカン作、伊藤康秀、音楽。ある大きな町の片隅に楽器倉庫がありました。そこには壊れて使えなくなった楽器たちが蜘蛛の巣をかぶって眠っていました。ある時、月が倉庫の高窓から中を覗きました。おやおや、ここは壊れた楽器の倉庫だな。その声で今まで眠っていた楽器たちが目を覚ましました。いいえ、私たちは壊れてなんかいません。働き疲れてちょっと休んでいるんです。トロンボーンがまぶしそうに月を眺めて言いました。そして慌ててひび割れた体を隠しました。いやいや、これはどうも失礼。月は決まり悪そうに窓から離れました。町は月の光に包まれて銀色に霞んでいます。月が行ってしまうと、トロンボーンはしょんぼりとして言いました。私は嘘を言ってしまった。壊れているのに壊れていないなんて。すると、すぐ横のピアノが半分しかない弦を震わせて言いました。自分が壊れた楽器だなんて誰が思いたいものですか。私だって夢の中ではいつも素敵な演奏をしているわ。ああ、もう一度演奏がしたいな。ホルンが隅の方から言いました。演奏がしたい。トランペットも横から言いました。でもできないな。こんなに壊れてしまっていて、
できるはずがないよ。破れた太鼓が言いました。いや、できるかもしれない。いやいや、きっとできる。サクソフォーンが言いました。例えば、壊れた銃の楽器で一つの楽器になろう。銃がダメなら15で、15がダメなら20で一つの楽器になるんだ。それは名案だわ。ピッコロが言いました。それなら僕にもできるかもしれない。木琴が弾んだ声で言いました。やろうやろう。クラリネットが言いました。チューバが言いました。トランペット、ホルン、フルートも立ち上がって言いました。楽器たちはそれぞれ集まって練習を始めました。もっと優しい音を。レとソは鳴ったぞ。もうちょっと音を高く。うん、いい音だ。僕はミの音を吹く。君はファの音を出してくれないか。ミファレソ。毎日毎日練習が続けられました。そしてやっと音が出ると、できたできた、踊り上がって喜びました。ある夜のこと、月は楽器倉庫の上を通りかかりました。するとどこからか音楽が流れてきました。なんと綺麗な音。誰が演奏しているんだろう。月は音のする方へ近づいていきました。それは前に覗いたことのある楽器倉庫からでした。そこでは千の楽器が生き生きと演奏に夢中でした。壊れた楽器は一つもありません。
一つ一つがみんな立派な楽器です。お互いに足りないところを補い合って音楽を作っているのです。月は音楽に押し上げられるように空高く昇っていきました。ああ、いいなあ。月はうっとりと聞き惚れました。そして時々思い出しては光の糸を大空いっぱいに吹き上げました。